こんにちは、花粉症に苦しめられているダマスです。なんかね、僕の周りあんま花粉症の人がいないんですよ。全然ね、この僕の苦しみを誰も分かってくれなくて、もうあの外に出たらこの外とあのここになんか花粉のなんか壁があって、こう歩いてったらもうそこでブーってなる感じ、わかります？わかる人いるでしょ？すげえっすよ。しかも僕なんか山の中に住んでるんで、もう花粉がもう飛び交ってるんですよ。もう花粉のスクランブル交差点ですよ。まあということで、まあ花粉の季節といえば競馬では3歳牝馬の桜花賞が始まります。桜花賞、去年はね、あの我らがソウルスターリングがね、まあ、一等軸で行ったんですけど、まあ、今年もね、まあそれに近い強いやつがいるんですよ。早速予想していきましょうか。そうですね、はい、今回もおなじみのスナイパーさん、あ、お願いします。はい、それでは、あ、そうや、先週の大阪杯の話しましょうか。まあ先週の大阪杯はね、まあなんて言いますか、紐はね、あ、全部当たった。味方によれば当たらずも遠からずと、そうね、いう感じで、まあどんどんこうね、あの精度をね、上げていけばいつかこう当たるということで、今週も頑張っていきましょう。はい、ということでスナイパーさんの予想から見ていきたいと思います。スナイパーさんの予想はこれだ、ラッキーライラック。まあそうでしょうね、まあね、去年の阪神ジュベナイルステークス勝ち馬、で今年のチューリップ賞、まあ、強かった、うん、ただね、この一番っていう枠が気に食わない。あ、気に食わ、あんまりこうね、阪神の内枠はあんまりこう、あんまり成績良くないね。まあ今までその人気してる馬が内枠に入ってなかった、っていうのもあるだけ、まあここはやっぱり力を信じてラッキーライラックの一等軸で、これラッキーライラック、あの石橋周君やけど、いいんだよ、ずっと石橋周君で勝ってるから。そうか、下手にあの乗り換わりしない方が、外人ジョとか乗らなくていい。で、この相手はリリーノーブル、枠がいいとこに入ったなと思って、ちょうど真ん中のもの、真ん中ぐらいであんまりこうリリーノーブルってやつ掴んでいいし、リリーノーブルはルーラシップ3区、去年のジュベナイルはラッキーライラックの2着、で、前回はチューリップ賞は3着だったけど、まあそれでもまああのラッキーライラックの 0.4 秒か、まあ結構の差や、まあラッキーライラックはちょっと一等目立って強かったから、そうなる、まあちょっとラッキーライラックが抜けてるね、この世代はね、牝馬は、で、アーモンドアイ、これは新座記念強かったね、スタイチパンドラ、スタイチパンドラ3区、これがロードカナルワか、そうこれはね、まあ一応男馬相手にも勝ったんだけど、後ろからやし、ただ俺の今回そっからとっつけだから、そこが懸念なのよ、3ヶ月ぶっつけっていうのはなんかでもなんかあるんかなと思って、まあでも3着まで来れそうかなって思って、一応入れて、で、ね、おまけにルメールの乗り換わりやろ、ちょっと外枠すぎたかなっていう感じもあるんだけど、もし届かんやった場合と思って真ん中に入ったエンブレスと、ルメール乗り換わりっつっても新崎で以外はルメールが乗ってるからね、フラワーカップ、あ、当選ブレスト、ハーレムブーは今連勝してるやつや、ここ金層16で勝ってる、これ先行そこそこできるし、ちょうど真ん中枠ぐらいに5着掴みに、アデモでステークスと勝ち馬ですね、そつなくいけるかなと思って、これは今週は何パーセントですか？あれ 50%? あ、もういや、でも 70% あるかな。いや、俺ラッキーライラックが、これ当たらんとしたらラッキーライラックが飛ぶっていう、飛んだ時にはもうアウトなんやけど、はい、ということで今週のダマスの予想はこちらになっております。桜花賞3連単一等軸ラッキーライラック、ラッキーライラック、まあ、これはちょっと本当に外せ、これは外せない、
もしかしたら俺は3冠取るんじゃないかと。オルフェーブル3区、うん、オルフェーブル3区で、でそうな、うん、牝馬の3冠取るんじゃないかって俺は思ってる。それくらいの力はありそう、力はありそうやもんね、うん、で融通も、距離の融通も効きそうやし、うん、そうそうそう、で北三ブラックのあのスターがいなくなったこの競馬界に新しいスターが欲しいと。ラッキーライラック、いいや、名前もいいや、ラッキーライラック、ラッキーライラック。でまあキレキレやけんな、ここはまあ本命なんで、あとはもう相手探しなんですよ。そうそう、今回も相手探しの旅っていうことで、僕が選んだのは7番トーセンブレス、13番アーモンドアイ、16番フィニフィティ、17番マウレア。外枠行ったかい。うん、まあこのね、ちょっと外厚いな、これ何やっちゅうっていうのは、このアーモンドアイはまあそう、新山記念見てあ強いなと思ったから入れたんやけど、それ以外の3頭はディープインパクト3区、うん、確かに。で桜花賞はやっぱね、ディープが強い、なんやかんや言っても、うん、やっぱ絡んでくるよね、うん、ディープが強いってことでディープを並べてみました。で当選ブレスは何だっけ、なんつってたっけ、当選ブレスはフラワーカップ2着。そうそう、まあで、ね、このフィニフィティはね、福永雄一ジョッキーが乗るんですよ。福永雄一ちゃんが乗ってた馬はレッドサクヤ。そう、レッドサクヤ、これもディープサンクなんだけど、で同じ厩舎ですよね、藤原秀さんのとこで。で前走でエルフィンステークスを買ってるんですよ、雄一ちゃんで。で僕こっち乗ると思ってたんですよ、雄一ちゃんね。でもこっちを選んできた。なんで、まあ、確かにクイーンステークス2着で、そう、クイーンステークスの乗ってたのは川田、うん、川田ジョッキーが乗ってた。で、まあ、川田ジョッキーがあは、リリーノーブルに乗ってて、まあ、空いたらこっちの方がいいと思ったのかなと思って、フィフィティね、うん、まあ、ね、で、はい、まあゆいちゃん、あれだから牝馬は強いから、まあまあまあ確かになと思ってフィギフィティを入れてみました、うん、でまあこんな感じで僕と、ね、スナイパーさんの予想はほぼ、うん、まあまあ似たようなところで、うん、でいつもやったら、まあ、ちなみにエイジの予想も出してみてちなみにこれなんかエイジがなんか今日エイジいないんですけど、なんか女にうつつを抜かしてどっか行ってるんですけどまあこんな感じっすわやりやん。でまあまあなんかスナイパーさんと大体一緒な感じなんで、今回はちょっとまとめてまとめて買おうかなと思います。今回今週僕が買う馬券は買い目はこちらです。桜花賞3連単1等軸6等流し、30点300円だから9000円ですね。ああやるな。お、80% やわこれ。おい、あ来た 80%。 おい、入れんでこや、こうあのエイジのリバティハイツはいらんやろ、そのいや、いいよこれで、それでいいか、いねえやつのやつなんて買ってやれえ、入れたい。いやいや、別に入れますか。いや、いいよ。まあ、でもな、いや、来た時に、ね、来た時やな、またエイジの中に入れとくかじゃん。一等入れてやるか、うん、じゃあこれエイジのリバティハイツを入れてやった。はい、ということでちょっと今回の僕の買い目はこちらになります。桜花賞3連単一等軸、頭はラッキーライラック、そして3番リバティハイツを入れと、トーセンブレス、ハーレムムーン、リリーノーベル、アーモンドアイ、フィニフィティ、マウレアの7頭流し42点200円。42点200円を買いたいと思います。いや当たると思うって、本当にラッキーライラックが飛ばん限り飛んだらもうしょうがない。結構人気どころを入れてるから。そうな、もし、もし当たったとしても、当たってもしあれやったら鳥紙、そう鳥紙、完璧鳥紙、鳥紙だな、37倍、鳥紙だな。まあそれはしょうがない、それはもうそれよりも当てることが大事だから。いやこれからね、桜花賞を皮切りに3歳世代の、今年の3歳、2018年3歳世代のクラシックが幕を開けます。次週はあれやからな、皐月賞、
皐月賞はね、あのダノンプレミアムっていうめちゃくちゃ強い馬が回避したっていうことで、その皐月賞も注目を集めています。今から楽しみです僕は。だからあのクラシックも始まっていきますので、競馬をねもっと全力で楽しんでいこうと思います。それでは今週はこれで終わりたいと思います。いやー、競馬って本当にいいもんですね。それではこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。